はい、皆さんこんにちは、ギルベールです。気になるあの車のより良いリフトアップスタイルを考えるリフトアップシミュレーションのお時間がやってまいりました。本日は SUV としての力強さをマッシブなデザインに落とし込んだビジュアルが美しいトヨタラブ4をシミュレーションしていきたいと思います。さてさて、純正スタイルに最もマッチするのは何インチなんでしょうか。レッツリフトアップ。ギルケン、はい、こちらが純正の車高状態となります。このままでも十分美しいんですが、この状態から少しずつ車高を上げていって純正スタイルに最適なインチアップ数を探していきたいと思います。インチアップによる車高の変化は正確な実寸比率をベースにしています。はい、それでは早速チェックしていきましょう。まずは1インチアップから。なるほど、こういった感じになるんですね。はは、まあ、ラブ4はですね、オンロード寄りの SUV の中でも比較的オフ寄りのデザインをしているので、こういったリフトアップのカスタムというのもなかなか様になってよろしいんじゃないでしょうか。はい、それでは続いて2インチアップを見てみましょう。あ、なるほど、こういった感じになるんですね。まあ、1インチアップの時もですね、上げ幅としてはそんなに大きくはなかったんですが、 SUV としての迫力がぐっと上昇したような印象があったので、さすがに2インチアップさせるとですね、かなりオフロード寄りのビジュアルになったような気がします。なんですが、この辺りからですね、もう少しずつこのタイヤの薄さというか、これがですね気になり始めてしまうかなといって印象ですね。ラブ4はですね、結構このフェンダーアーチモール、これがですね厚めのものが装着されているので、2インチアップの状態でもですね、このホイールアーチの隙間というか、まあ、タイヤの薄さが気になるという印象ですね。で、こういった時はですね、ホイールを少しこうブラックアウトしてあげると、この下方向のですね一体感が出て、このタイヤの薄さというのがそこまでこう目につかなくなるというか、目立たなくなるようなことができるので、まあ、簡単なですねカスタムも必要かもしれませんね。はい、続いては3インチアップを見てみましょう。なるほどなるほど、こういった感じになるんですね。はあ、ははあ、まあ2インチアップの時もそうだったんですが、さすがに3インチアップともなるとですね、このホイールハウスというか、この隙間がかなり目立ち始めますね。もうこうなってくるとですね、純正のですねタイヤとホイール、これだけだとですねバランスが取れなくなってくるかなといった印象ですね。なので、こういったですねオフ寄りのタイヤとホイール、これをですねセットしたいところなんですが、ラブ4はですね比較的このルーフが低いようなビジュアルとなっているので、このままだとですねボディの下方向と上方向のバランスがちょっとこうアンバランスになってしまうような感じなので、ここにですねさらにルーフラックのようなものを乗せて、ボディの下方向と上方向のバランスを取らないとちょっとバランスが維持できないかなといった印象ですね。はい、続いては4インチアップを見てみましょう。あ、なるほどなるほど、4インチアップともなるとですね、もうさすがにこのホイールハウスの隙間がもうかなり目立ち始めますね。もうここまで来るとですね、もう奥さんにももうバレ始める頃なんじゃないかなと思います。もうちょっとあんたまた車にお金使ったの、私にもバーキン買ってよみたいな、バーキンの方が高いだろうみたいな、まあそういうツッコミはちょっとなしとして、さすがにここまで来るとですね、先ほどの改造に加えてオフっぽいタイヤとホイールのサイズアップ、これもですねちょっと視野に入れないとバランスが取れないかなといった印象ですね。はい、それでは最後に5インチアップを見てみましょう。あー、これはやらかす寸前だ。もうボディがどこかへ飛んでってしまいそうなぐらいの車高ですね。もう見る人が見たら完全に故障車と腰を抜かしてしまうんじゃないでしょうか。もうですね、純正の車高状態と比較すると、もう純正がもう完全にローダウンしてるみたいな、もうそんなようなですね印象を覚えてしまうような車高状態となっていますね。もうここまで来るとですね、ボディの下方向は先ほどのようなちょっとこうサイズアップしたオフっぽいタイヤとホイール、これをですねはめるだけでいいんですが、ね、ボディの上方向がちょっとこのボディの下方向と比率のバランスが取れないかなといった印象があるので、ルーフラックの上にですねルーフボックスだとか、何かこうドライビングランプのようなものをつけて、ボディの下方向と上方向のバランスを取らないとちょっとバランスが維持できないかなといった印象ですね。まあ、今回は RPG7 でも乗せておきましょうか。はい、それでは最後におまけとして10インチアップを見てみましょう。出たー、
やらかしたこれ。工場でシャーシにボディ乗せる一歩前みたいな状態ですね。完全にもうボディが運ばれてきて、もうシャーシにこうボディを乗っけようかなみたいな、ボディを乗っけるかどうかまだちょっと決まってないみたいな、まあ、そんなようなですね印象を覚えますね。もうここまで来るとですね、車高が上がりすぎてもう地面を走るというよりはもう空を走ってほしいなと。もうバックトゥーザフューチャーのあのデロリアンがもう変形して空飛ぶみたいな、まあ、そんな感じのところまでもうちょっと行っちゃってほしいなと。もうちょうどボディカラーも水色で爽やかだから、なんとなく空にマッチするじゃんみたいなね、もうそういったようなですね、もうスカイハイスタイルでもう行ってほしいなと思いますね。うん、スカイハイ。はい、それでは本日のまとめに入りたいと思います。トヨタラブ4の純正仕様の足に最も適したリフトアップインチ数は2インチくらいまでがいいでしょう。はい、それでは皆さんまたお会いしましょう。グッバイ。